よい。日本屌丝。本视频由哔哩哔哩提供。マイクと宮崎さんのおかげで僕はすっかり元気を取り戻した。なんか大事なものを失った気がするけど、またウェイウェイとの共同生活をやり直そう、そんな気分になった。その後僕たちは仲直りの印に彼女の服を買って帰ることにした。部屋に帰っても宮崎さんの恋愛講座は続いた。人形相手でも人間とみなすこと、毎日声をかけてあげること、そしてじゃあさ、はい、次はデートでしょ。え、恋人同士の仲を深めるにはやっぱりデートが一番。デート？こちらのお嬢さんと？めっちゃ。宮崎さん、デートってウェイウェイ連れて街中歩くってことですよ。そうだよ、デートだもん。さすがに。あ、そう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 。そういえば調べたんだけど、はあ、日本にはドールフォトってのがあってさ。ああ、それ聞いたことあります。なんかあれですね、人形の写真撮るやつですよね。そうそうそう、さすが詳しいね。それがどうしたんですか？はい、ここに。キャメラがあります。崎さん、やっぱ無理ですって。ちょっとちょっとちょっと、行こうよ、写真撮れないじゃん。ほんと無理ですって、恥ずかしくてもう死んじゃいますよ。大丈夫、誰も見てないから。嘘つき、みんな見てたじゃないですか。iPhone、iPhone、安い、Hey、友達、iPhone、iPhone、iPhone。もう本当に怖いんですって、友達に見られたらどうするんですか。大丈夫、クラスでぼっちなの知ってるよ。いや、それそうですけど。マッサージ、マッサージ、シュッ、気持ちいい、気持ちいい。マッサージ、マッサージ、気持ちいい、気持ちいい、マッサージ、気持ちいい。じゃあさ、どうすりゃいいの。いや、もう帰りたいですよ。時計、海が、海が、海が、時計、気持ちいい、海が、気持ちいい。じゃあ変装だ、変装。時計、気持ちいい、うん、海が、はい、海が、海が、スケベ、ディビディ、スケベ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 、ディビディ、なんすかこれ。どっからどう見てもピカチュウでしょ。これでさ、顔隠れるから全然大丈夫だよ。確かにそうっすけど。ほら、持ってあげるから顔かぶって。顔は？うん、こんな感じっすか。ねえ、宮崎ちゃん、これあげる。え、何ですかこれ。コスプレよ、コスプレ。私何度か着てみたんだけど、小さすぎて入らないの。はい、私の匂い付き、大事にしてね。はい、ありがとうございます。あれ、あれ、なんかこれ、なんか女の子のすっげえ匂いする。あれ、女の子のいい匂いする。え、これ女の子ですか。やべ、テンション上がってきた。どうしようどうしようどうしよう、ちょっとダメだけ、早く行きましょう、早く行きましょう。うん、それは、よかった。こうして僕とウェイウェイとの初めてのお散歩が終わろうとしていた。
最初はあんなに恥ずかしかったのに、帰り道は恥ずかしいどころかすれ違いざまに驚く人の様子を楽しんでた。楽しい時間をありがとう、ウェイウェイ。いや、今日いい写真撮れたよ、山下くん。すごいよ、この写真。なんか、僕もすごいスッキリしたっていうか、うん、吹っ切れました。周知プレイに目覚めたの？いやいや、そういうんじゃなくて、なんか今までずっと目立たない人生だったんで、うん、なんか今日すっごいいろんな人に注目されて、自分の存在価値っていうか、存在意義みたいなものを感じて、ちょっと嬉しくなっちゃって。それでなんていうんですかね、興奮の度合いでいくと、フロッキーまでいかないんですけど、ヨーディエン、いいんだ、みたいな感じで。いいじゃん、いいじゃん、未来明るいね。いや、そうなんですよ、それで、今度、二人きりで出かけたらどうなるかなと思って。それなら俺いいところ知ってるよ。あ、本当ですか？うん、確かお気に入り登録しといたはずなんだけど。なんかあるんすか？うん、あ、ここだ、ここだ。え？はい。間違った、間違った。これだよ、これ。もっといいのあるんですか？はい、うん、コミックアップ？そう、コミケですか？今日の格好で突撃すればコスプレだ。多分ヒーローになれる。おお、すげえ。一躍有名じゃん。果たして可愛いファンもできるよ。すげえ。セックスはできる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 。やったー。セックスー。衣装は用意しておくからね。ありがとうございます。Shanda